4月、県内のさまざまな職場で新しい1年が始まりました。4月7日火曜日、東近江市にある滋賀県消防学校では、今年度に新規採用された県職員の研修で消防学校体験が行われました。私たち、公務員は、ひとたび災害が発生すれば、県民の皆さんの生命財産をお守りするために、全員が災害に対応した職員であると、そういう自覚を持っていかなければならないと思っております。まず最初に県職員としての防災意識や役割についての講義を受けました。消防学校教頭の岩田さんが災害の事例や教訓、災害時の県職員の役割や対応について説明しました。最後に職員全員が防災職員という自覚を持ち、災害時、平常時を問わず地域の防災リーダーとして県民141万人の生命・財産を守るため頑張ってくださいと激励しました。続いてグラウンドで訓練礼式を学びました。訓練礼式は災害の現場において指揮系統を確保し、迅速・的確で秩序ある団体行動を取るために行うものです。午後からは救急、煙、避難、消火、水防の訓練をそれぞれ1時間ずつ4つのグループに分かれて体験しました。大規模な災害や事故現場では多くの負傷者が出ます。こうした現場で応急処置をするのが救急です。体験では訓練用の人形を使い、心肺蘇生や人工呼吸、AED の使い方を学びました。火災時に最も重要なのが、煙を直接吸わないように避難することです。煙の中での視界の悪さや炎の熱などを体感しながら、煙が漂う状況下での避難を訓練しました。火災が発生したとき、被害を最小限にとどめるためには初期消火が重要です。粉末消火器を使った消火体験のほか、貯水槽からホースで放水する訓練を行いました。水防では土のう作り、大雨の時の浸水対策に土のうは欠かせません。土のう袋に砂を詰めて土のうを作り、次々と積み上げていきます。土のうを作成する作業をしたんですけれども、20人で15分間ほどですかね、活動しても5メートルほどしか土のうが作れなかったっていうのは非常に印象深く、大変な作業だなと思いました。今後を意識して訓練続けていきたいなと思っております。チーム一丸となって働くということを学ばせていただきましたので、元気な声かけ、明るい対応、そういったことを念頭に置きながら職務に励んでいきたいと思います。滋賀県では大規模な災害が発生したとき、全職員が一丸となって迅速・的確に応急活動を行えるよう、体制作りや全職員を対象とした研修・訓練など積極的な取り組みを進めています。